プリズムーブは日本のガールズアンサンブルグループ。コグ、アリ、ロア、ネネの4人で結成されている。所属事務所はアイプロジェクト。既存のクラシックの概念にとらわれない自由な発想の音楽を展開している。演奏しながら動きでもパフォーマンスを行うクラシックのニュースタイルを構築し、テレビ、雑誌などにも取り上げられ話題のグループ。グループ名はプリズム。 リズム、ムーブの造語であり、には、ダイヤの意味が込められている。2014年6月ファースト、ミニアルバム、ムーブメントを発売。2017年オムニバスアルバム、ザベリー、ベストオブアイプロジェクトを発売。11月シングル、ルーミナスを発売。2013年2月初の主催ライブでは、チケットソールドアウトの超満員を記録。 9月横浜市指定文化財大倉山記念館ホールでの第2回主催ライブを開催10月乃木坂46と共演2014年2月ピストルバルブフルーティストのユミコと3万ライブ3月初のワンマンライブ5月台倉山記念館で3万ライブ6月黒色スミレと2万ライブ12月多摩京都2万ライブ TV 地上波初出演 2015年2月フロリダ、ロア主催、ロア、フェス開催8月初の地方主催イベント、新潟公演を、成功12月東京、池袋レッドゾーンで、カウントダウンライブ2016年2月フロリダ、ロア主催、ロア、フェス2016開催11月2度目の、バンマンラッピブ開催、ソウルドアウト2017年11月フロリダ、ロア、VN、ネネによる、派生ユニット、 ルミナス・バイ・プリズムーブ初ワンマンライブ開催2018年2月、由衣所属の IS とクレードルと三万ライブ羽田空港第2ターミナル、横浜港大三橋国際客船ターミナル、横浜市大、倉山記念館、ミューザ川崎、新潟市音楽文化会館、横浜市長田地区センター、宮代町コミュニティセンター新治む館、横浜地方裁判所、リストランテ ASO、 マイマシェラトングランデ東京ベイホテル、横浜ベイシェラトン、パルコールつまごリゾートホテル、マホロバマインズ、三浦、クラブチタ川崎、大宮アルシェ、小田原ダイナシティ、丸の内切手東京シティアイ、新川崎三井ビルディング、イオンモール木更津、イオンユミル、かまどりショッピングセンター、イオンマリンピア、イオンモール東久留米、イオン肌のショッピングセンター、イオンスタイル板橋前野町、 ユアエルム、八千代台、牛久未来エコフェスタ、都内、横浜各、ライブハウス等、ほか、ありがとうございます。